はいどうも林です。で今回ですねサロンに行っていきたいと思います。新年初のサロンやからちょっとねここから気合を入れて頑張っていきましょうっていう気持ちを込めてサロンに行っていきたいと思います。今回はちょっとあのセットとかもねしてもらったらいいかなと思ってるんでコンセプトとかじゃないんですけど行っていきたいと思います。ちょっと若干遅刻してるんですいません本当に申し訳ないです。行ってきます。お久しぶりです。あ、明けましておめでとうございます。あ、そうだっけ。そうなんです。遅くなっちゃったんです。あ、今年もよろしくお願いします。あの粗品です。おお。優しい。こんないいのもらっていいの。食べてください。すみません。食べてください。いやもう本当よろしくお願いします。はい、優しいね。いやそうです、育ちがちょっと良くて嘘です。ちょっと食えてるみたいですよ。はい、ここから食べてます。あ、マジ。はい、騙してる。優しい。いつも飲んでます。で、初めて今が嬉しい。初めてあのミーティングしたなってめっちゃ来てくれる。いや嬉しいです本当に。今日もメンズ来てくれました。マジですか。そのリピートの方が。へえ。リピートはもう腕ですから。伊沢さんの本当にめちゃめちゃ嬉しい。ゆるまきトゲの方が来てくれる。ってことはまだハイトーンしてるってことですか。ハイトーンしてない。もうやめた。余計なことじゃあ今日はどうしますか。え、今日カラーじゃない。今日もハイトーンで。は？嘘です。嘘。あ、だってラインと違う話だもん。いや嘘です。あのいやまあ黒にするんですけどだいぶね伸びたんですよ。伸びたね。はい、すげえ伸びたね。すごい伸びたんですよ。存在感がちょっと出てきた。髪の毛のね、ちょっと雰囲気が。あ、雰囲気がなんだっけ。何系の V 系アーカイブですか。アーカイブ。アーカイブ系なんですよ、ね、あのインスタグラムちゃんとあげて。あのこの間ナンバーナインのやつ買ったんですよ。パンツとトップスと。すごいね、本当に好きだね。これもナンバーナインです。あ、めっちゃ余ってる。ちょっとあの僕やるんで。嘘。本当です、すぐそこで。まだ出してないんですけど、情報。あの4月からやります。これだよね。あ、はい、あのピーピーピーやりながらちょっとあの匂わせようかな。マジでついに夢かなえて。早い夢かなえて。早い。いやね、もっとね、こういろんなことできていいんですけど、まあ一つの夢が叶うかなみたいな。嬉しい。嬉しいですよね、僕も嬉しいです。え、どう伸びました。染めてここがちょっと伸びてきたんで 0.1 ミリにこことりあえず刈り上げてみたいな。刈り上げてこうやって縛るじゃないですか。今まで人生で一番長いんですけど。たるんできたもんちゃん。そうなんです。ヘアレンジをちょっとこの髪の毛の状態で、まあ、くくっててもくくってなくてもいいんですけど教えていただきたいな。あ、なるほど。そこが僕の結構今悩みなんです。溝かな。そうですね、なんかこうおしゃれな、なんか感じにしたくて。タイミングでもつけてもいいかい。あ、もちろんもうギャンギャンにつけてください。ちなみに、はい、はい、色どうする。暗めが良くて、うん、これ抜け方めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗でした。これ狙いなの。今オリーブっぽいじゃん。そうですね、オリーブピックですね。どういうこと。これ何ミリがいい。これも 0.1 です。言ったな。え、この前 0.2 ですよね。 0.2 ではないよ。え、2ミリだよ。0.1 だったらもうツルツルってこと。ゴリンだよ。じゃあ今回1ミリで1ミリずつ短くしていくって言って。いいんだよね。え、1ミリですよね。1ミリもちろん細かく言うと 1.1 ミリでしょ。いやもう 1.1 でいきましょう。てこれ、なるほど、いかつ。これゴリンとか言ったらどうなるんですか。ゴリンってこれでするの。はい。ツルツルになる。なんかもうこことここの境目がなくなるかもしれない。これでも結構もう分かんないですけどね。まあでもいいじゃん、めくんないと激しさ分かんないし。いや、めくった時の凶暴性っていうか。あ、夜の林のところ。そうですね。クローズ見たことあります。小栗旬がやってたクローズ分かります。そんな感じですよね今。そうだね。今日の最後アレンジオールバックで確定。顔綺麗め、かわいいね、なんだけど、これできたら、ギャップ萌えじゃん。ギャップ萌えなんですか、これもう。結構本当になんか、なんて言うんでしょう。段差がすごい、すごい。伊崎さん、やったっすね。僕、おでこ広いんで。あ、じゃあ、完全にセンターパートで、ハーフアップみたいな感じ。グンってオールバックに上げるんじゃなくて、おでこ萌えするの。なるほどね。おしゃれじゃない。なんかカメラの映り方が悪いんか。なんかめっちゃおでこ光ってるし、めっちゃ笑ってるじゃないですか。ごめんごめん、めちゃめちゃ笑ってました。何でも似合うから。いや、何で似合ってなかった。ちょっと違ったな。
どのぐらい暗くするんですか？かっこいいと思う。黒い、暗い色で。ああ、なるほど。ピザキさんセレクトで。結構何時間乗るじゃないですか。乗れたんですよ、本当に。これどうなんですかね、不評なんですかね。でも、センチャーっていいんじゃないですか。僕も好きなんですよ。あ、お願いします。眠いですか？俺？はい。そう、そんな顔だから。そんな失礼なこと言うとつもりではなくて。いじめないで。いやいや。え、びっくりした。いつも笑ってるじゃん。無謀スプレー。あ、ちょっと久しぶりすぎて。伸びてきたらさ、わかると思うけど、はい、伸びると癖ちょっと収まりやすいでしょ。そうですね。これでも癖なんだよ、これ。これいいじゃん、この癖。逆に結構ウェーブし始めるんですよ。で、この癖逆によくない？セクシー。セクシー。これでもピヨピヨピヨってなるんですよ。わかりやすい方がいいってこと。いや、いや、どうなんですかね。どうやったらかっこよくなるんですかっていう。なんかこれでウェットっぽい感じはすごいあれだよ。色っぽい。色っぽし。色っぽし。風呂上がりにサクッと結んだ時にパラッと落ちましたみたいな。こう、キュッキュッキュッ。みたいな。さっぱ。これ頭皮に塗ったら染まるんですか？いや、ついちゃうと何日しか取れないみたいな。あ、染まりはしない。マニキュアっていうのはもっと取れない。でも体は全然取れるんだよ。へえ。これ塗ってもらったここの境目も気にならなくなったりもするってことですよね。2、3日。確かに。え、逆に染めたいって。いやいや、その発想初めて聞いた。いや、染まった、違うね。染まったことないなと思って頭皮が。やっぱ違うね。あんまベタ塗りしないから、うち。あの、頭皮に優しく、人に優しく、地球に優しく。あ、なるほどね。うちのテーマ。エコ、エコ、エコ、エコ。人にも、環境にもエコ。エコシーン。エコシーン。エコシーン。エコ。ファンなんですか？なんか、はい、あの、声をかけてくださって。めちゃめちゃ、見てます。嬉しいですね。そうそうしますそれはなんかちょっと申し訳ない。でも結構いらっしゃいますね。本当ですか？嬉しい。普通の方ですごい、皆さんみたいにして嬉しいですね。嬉しい。みんな髪伸ばしてくれたらいいです。確かに。時間を置いていきます、ね。はい。ありがとうございます。あ、流します。お願いします。お願いします。どうも。よいしょ。はい。はい。どうした？どうしたんでしょうか？はい。写真撮りたい。あ、僕はいいですよ。あ、ありがとうございます。ロマリアさん的に良ければ。いや、全然いいよ。ちょっとあの、今濡れ髪状態ですけど。乾いたらいいですか？え、濡れ髪でもいいの？どっちでもいい。濡れ髪でも。ぬれ髪レアだからぬれ髪でいいんじゃない？ぬれ髪レアし、ちょっとぬれ髪で、ぬれ髪でいきます。何してんの？確かに、なんかもうめっちゃ最中感すごいですよね。ごめんなさい、なんか隙間から出ちゃいました。ぬれ髪でいいです。ぬれ髪でいいですからよ。今ちょっとあのシャワー上がりで。すいません。ありがとうございます。おー、いい色で。完全に乾かすものから。そうですね。よいしょ。トリートメントつけて乾かします。はい、ありがとうございます。おきめ真ん中で大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。なんかこう透明感のあるツヤツヤやな。こんな感じの色です。アレンジを。そうですね、ヘアアレンジャーで。結びたい。結べたらやっぱ結びたいですね。話しには伸びてスタッサーだから。そうなんですよ。あとをつけることから始めないと。あと周りのあと変わる。そう、ゆるいカールをつけた方が結びやすいんですよ。サラッサラより。で、結んだ時に毛先がちょっと曲がったりした方がいいから。はいはいはい。わざと変わるやつ。助かります。こうなってんのがこうなるってことですね。そうそうそう、結んだ時にピョンみたいになる。ほうきみたいなのが。そうですね。ぷくってこう、あ、ちょっとこうたるむ。そうそうそう、たるんでる方がいいですかね。体はたるんじゃダメだけど。でも体もだるんだるんで。裸体出してるから。
屋台はね、インスタとかちょっと腹筋とかでいいから別に、NG なんですよ。はい。事務所 NG。事務所ももう家族とかが NG ですね。家族、お母さん。めっちゃ厳しい。腹筋腫れてそうだよ。板チョコですよ。いつだって。24個ぐらい。24個あります。言ってもでもね、スポーツをしてない時期がなかったぐらいですからね。何部だっけ？サッカー部です、中学は。この前まではもう水泳6年やったりとか。水泳やばいね。逆三角形ですよね。さっきの子が。はい。かっこいいなって言ってました。嬉しいですね。頑張る、この。やばいですね。そうやってやるんやって今結構勉強になってます。こうやってやるんだけど、はい、この時 の初めて見ました。それこのアイロンのフィットはマジでフィットするぐらいです。めちゃめちゃギューってやらないです。こうやって上に上げていきの下ろしいの。そうするともうこのほら自然な毛ながら。確かに自然すぎる。そうそうそう、ポロって落ちてもこう自然にこうピロンってこうカールがつく、このエロい感じ。なるほどね。ちょっとこれ大きいなって思った。なるほどね。全体的にこう上に上げるだけでいいんですよね。そうなんですよね。そんなこの手はフィットする。めっちゃプレスしすぎないで痛めます。あとがつきづらかったら毛束を薄くすればめっちゃつくから。なるほど。みんなね、熱いからつかないから。なるほどね。ふむふむ、そうやってやるんや。僕グリングリンしてました。軽く様子に見えるんだけど。確かに。これそういう時にワックスをつけると、これね、普通のワックスでもぶっちゃけちょっと固まるワックスの方がセットはしやすいです。今日はちょっとオーガニックワックスですけど。いやもう僕いつもオーガニックですよ。ありがとう。自然体林。そうなんです。お、すごっ。一回ちょっと怖いな。あ、強そうですね。ロン毛の時のキムタクみたいな感じですよ。一つのアレンジとしてもうこれで。ごめんなさい。こんな感じでね。これ一つの、ほら、あ、一つのアレンジ、毛ながら。かっこいいですね。ロン毛の時のちょっとキムタクさんみたいなちょっと雰囲気です。でもキムタクと林のあの語呂一緒ですから、木村拓哉さんじゃないですか。でキムタクじゃないですか。林慎太郎で林。しかし。そうなんです。めっちゃいいやんこれ。すごいおしゃれやなこれ。これすごいですわ。これだけでちょっと。これおしゃれですわ。これ書き上げても、はい、あのキメキメなスタイルじゃないから。適当にこうやっちゃってる感じが逆にかっちょいいっていう。すごい。これで完成ですか。これがナンバーワン。先生、こんなにもかっちょよくしていただいてありがとうございます。もう一回だけ結び方だけやっていい？あ、もうやらかしてください。一回こうちょっとここまで、ま、巻くのがだから大前提なんだ。なんかすごい。こう遊び遊ばせ。そう、遊び遊ばせ。新しい男はやっぱね、単発の方がいいと思ってるでしょ皆さん。やっぱね、挑発、まあ、単発は確かにいいんですけどね、いいんですけど、挑発は挑発に良さがありますよね。永遠のね、永遠の単発の手なんかもうレじゃん。この単発がなもう分かりきっちょう。そう、分かりきっちょうよ。そうじゃないところをこうやっぱり見せたいですよね。夢が今叶いそうになってます。もうちょっとですよね、あともうちょいだね。わかるかなこれ。かっちょいい。バカボンド。バカボン？バカボンド。え？バカボンド。バカボンド知らない？バカボンド聞いたことあります。そうです。すいませんでした。ジェネレーションギャップ。無造作に結んだ感じ。で、はじめこれちょっとやってほしい仕草があって。はいはいはい。取って取って。はい。こうやってやるだけでかっこいいですか。ちょっとこうやってこうやってやるだけ。ちょっとやってみます？片手でやってみます。いや、あんま決まらなかった。ちょっとキメキメなの結構苦手で。こんな感じです。下ろしてもかっこいいよっていう。伊崎さん的にどっちの方が好きですか、くくってんのと下ろしてんの。今のスタイリングだと作った時に垂れまして切って出てくるんですよ、もうちょっと伸びると。はい、そんなかっこいいんですよ。もうちょい垂れない。なるほど。今はまだ下ろしてる時の方がかっこいいって感じですか。
いやもうめちゃめちゃかっこいいですよ。さすが伊沢木さんすぎて。今までほらやっぱストレートタッチが多かったけど、ここまで伸びたら遊ばすのはありかな。そうなんです、遊ばせたいんです。僕も遊ばせ方が分からなくて待ってたんで。はい、もう上にスッスと最後にちゃんとワックス揉み込めば動きもっと出るから。伊沢木さんにやってもらうとこんなにも違うんですね、セット。すごい。いや、ありがとうございます。いや、これで僕もかっこよくなります。ありがとうございます、本当に。今年も何卒よろしくお願いいたします。というわけでこんな感じで仰天大変身、イメちゃんありがとうございました。それではまた、バイバイ。ありがとうございました。林よろしく。あ、ローリーもよろしく。